久保さん。まあ、価値のた、ま、高め方はあれじゃないですかね。うーん。嫌なことをするってことじゃないですかね。嫌いなことをするっていう。うん、よく好きなことで生きていこうみたいなのあるじゃないですか。まあ、それはま、昔 YouTube をね、こうバズらせるために広告としてね、好きなことで生きていく YouTuber みたいなね、昔やってましたけど、あの、嫌いなことをどれだけ やれるか、嫌いなことですら耐えられるかっていうところが、まあ筋肉というかね、価値というか筋肉というか、うーん、筋肉の価値にしましょうか <laughs>。うーん、例えばね、例えば魚とかね、魚とかも筋肉ない魚って多分うまくないと思うんですよね。まあどうなんだ油、油、微妙、まあちょっと例え話がダメかな <laughs>。 うーん多分ね、僕は筋肉だと思うんですよ。トレーニングだと思うんですよ。うんまあ、筋肉がない人が価値がないっていうわけではないんですけど、価値を高めるっていうことであるならば、あのー、ね、筋肉って、ね、辛いことをすると、負荷をかけて筋肉を壊すと、筋肉がまた再生されて、ガッてつくわけじゃないですか。強く強度を増していくわけですよね。逆に言うと、負荷をかけず、負荷をかけず、なんやろうな、 うん、許容範囲でやっている。あの筋肉を壊すはずねあの。許容範囲でやってるんだったらそんなにつかないですよね。うん。まあ、それと一緒であの、嫌いなことやんない。自分に負荷をかけない。好きなことばっかやってる。うん、だとあの、なかなか価値っていうのは高まらないのかなと思います。 もちろん好きなことでもね、突き抜ける。ぶち抜いてるんだったら、それは価値が高まるのかもしれないですけども、多分僕は嫌なことでも嫌いなことでもトライしていくっていうのが、課長、全体的にボリューム、全体的なこの、こう、高めていくためには必要な要素なのかなと思いますね。うん。そう、だから僕が今、その自分の人生をこう乗り切ってきた、 まあ、これからも乗り切れる自信というか、まあ多分できるだろうなと思うのが、まあ間違いなくここなんですよ。嫌なこともやってきたし、嫌いなこともやってきたし、この動画撮影、話すっていうことも嫌いだったし、それもやってきたし、だから嫌いなことをやってきたから今があるかなと思うんですね、うん。まあ、ね、傍から見たら、吉永さん喋るのが好きだから動画やってるんでしょうみたいな思われると思うんですよね。全く違いますからね。嫌いでしたから。 セミナーも嫌いだったし、人前で話すの嫌いだし。うん。ネクラでしたから。ネクラでゴースネクラのゴーストライターでね、人と喋りたくないで喋るの苦手っつってこうやってたんだ、っていう部分もあるしね。うん。だけど今あの僕があるのは嫌いなことでもちょっとトライしてた。だから嫌いなことでも、これ必要だよね、と。これあったら、あった方が絶対いいよね、と。 自分のそのお金の問題を解決する上で、このスキルあったらいいよね、と。このお金の問題を解決するためには、お金の問題っていうのは一生付きまとうし、死んでもね、お金かかるわけですよ。死んでも墓代、死んでも葬式代。あなたがいなくても葬式するんだったら金かかるしね。あなたが死んでもね、お墓建てるのとお墓代かかるわけじゃないですか。<laughs> だからもう死んでも金かかるわけですよ。僕はね、あの、 み骨をね、海の中に投げてくれみたいに、墓いらないんですよ。うん。まあみんなね、海に投げかるかどかわかんないですけど、<laughs> 墓とかもいらないですね。うん。葬式ももはやいらないんですけど、うん。もう死んだら無なんで、いらないと。<laughs> うん。そう。まあそんな感じでね、お金の問題はずっと多分、つきまとうと思いますので、 まあ、あなたがね、あの、仮想通貨でね、送り人になってね、もう死ぬまで働かなくてもいい資産をね、あるということだったらいいんですけど、稼がないとダメですから、稼ぐためには自分が嫌だなと思うこと、嫌いだなと、うん、苦手だなと思うことにどれだけトライできるかっていうことが結構大事なんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。